こんにちは、こんばんは、三村です。2024年の11月の日本棋士国内ランキングをやっていきます。前回が8月だったので、3ヶ月ぶりのランキングになります、えー。今回はね、少し丁寧に全体を見ていって、場合によっては2回に分けるということも考えてやっていきます。それではよろしくお願いします。はい、まずはそれではこれはランキング外の棋士から見ていきます。 お休み中の棋士とプロになりたての棋士たちの成績がここにまとめられています。初団たちの成績はどうでしょうか柳井一馬初段18歳12勝9敗。四月笠初段10勝9敗。勝ち越してはいますが特にそうですねずば抜けた成績という感じではないですかね。 注目の高山野々花初段。13歳11ヶ月ということで、特に女性では最年少の部類に入りますね。5勝9敗。竹下奈々初段は16歳。5勝14敗となっています。これぐらいでしょうか。うん、だいたい内訳か少し負け越しの新初段が目立ちますね。最近はね、そういう傾向があるのかなというところです。 はい。それではこちら本編をやっていきます。447位が最下位となっています。このあたりで、まあ気になるところ。まあ皆さんそんなに大きく動いていません。そして、えー、勝ってる、勝ち星も1勝とか0勝の方も多いんですけど、自分が勝ってなくても対戦した相手のその後の成績によって上がることがあるようですね。 例えば、低名国団の3位上がっているのは、これゼロ勝ですから、自分の勝ち星によって動いたわけではないというところが、まあ、注意ポイントですね。そして、安田明が初段、22歳、434位に入っています。最近、ネット中継されていた後で、一生見事な勝利を挙げていました。はい、では進んでいきましょう。はい、このあたりでは、注目は、 そうですね。415位に杉内和子八段97歳です。最年長棋士ですが、最近ここ1年は勝利を挙げられていないようですね。これは直近の1年間の成績が、勝敗がまとめられていますが、勝利が挙げられていない状態ですね。415位です。まあ、対局を続けているだけでもすごいことです。 それから少し上がっていって、このあたりどうでしょうか。ホンダ・ゴロウ八段、54歳、404位、7つ上げてますね。ただしこれも0 <laughs> 勝なのか、そうか、これも相手の成績によるものですね。小林地図六段、70歳になられましたね。396位、6位上げています。7勝12敗。 この辺は女流騎士も多いですね。桜本彩子さん、稲葉かりんさん、本田まりこさん、金子まきさん、金円さん。もう少し上に行ってみましょう。高山部文書団、379位、7位上げています。26歳。少し上に林海宝先生がいらっしゃいますね。82歳。もう少し上がってみましょう。はい、蝶小春書団。 超小春初段、11位上げて363位、那章17敗、15歳ですね。まだまだ若い、16位上げて354位、出雲哲也7段、関西金53歳。これ2勝ですけどね、すごく大きな勝利を上げたのではないかというところですね。騎士もね、500人いますと、顔わからない。 方も結構多いんですよ私もね、この方はちょっとわからないなっていう人が昔より増えてますね。まあ特に若い世代の方はね、お互いに、うん、この人誰なんだろうぐらいね、なかなか全部の棋士を分かってはいないんですね。そして11位上げて344位、山崎義弘九段76歳、5勝17敗。 このあたりでレーティングは4.884ということですね。長島小杉三段、337位、ここにいます。40歳になりました。そして、えー、後藤真奈初段、8位上げて334位。12勝17敗、22歳。大菅聖羅二段、二十歳で、えー、7位上げて、 327位。8位上げて321位。今野ノ目メト7段。49歳。そして18位上がったのが小田博光8段。312位。61歳。超コスミ初段がここにいますね。18歳。310位。23位上がったのが高橋秀夫7段。302位。53歳。 そして、私の妻がここにいます。三村香織三段301位。変動はあまりないですね。7勝14敗。関西勤の若手女流騎士、三島響初段が295位にいます。21歳。ほぼ内訳の成績ですね。藤田玲緒初段、最年少騎士ですね。今でもね、11歳7ヶ月、20位上げています。 あれえっ、ー、と、休場中だと、ね、韓国、韓国に修行に行っていたと思いますけども、最近対局に復帰したのかもしれませんね。これからね、順位どんどん上げていくと思います。注目です。山本雅人八段。75歳。9位上げて283位。あと、智子六段。9位上げて279位。55歳。 はい、えー、このあたり、200番台入ってます。10位上げているのが、金平民8段、49歳、266位です。そして、日本金の理事長、竹宮陽光6段、47歳。2つ上げて、261位。妖怪復興のためにね、ぜひ頑張っていただきたいです。12位上がった、諸有沙2段。 三村文化です。250位。25歳。まだまだね、彼女はね、うん、本来持ってる力を出せてはいない、まだまだ上に行けると私は思ってます。応援よろしくお願いします。13勝16、16敗ですね。200番台の前半に入ってきました。8位上がったのが、横田ひなの2段。232位。21歳。ね、まあ、期待の若手の一人です。 そして少し上に柳原咲希初段がいます。まだ14歳になりたて227位です。23勝20敗。まあ女子リーグにも参加していますし、対局数はかなり多いですね。いつタイトル戦にね、出てくるか注目ですね。 その一つ上に囲碁界の女帝と言いますかね。<laughs> 青木久世八段。えっ、ー、と、九段にね、いつなるか。勝ち星を重ね日本の女性初の九段に一番近いのは、この方なのではないかと思っています。226位。島野龍之介二段、218位。与田大空初段。与田則本九段の息子さんですね。213位です。辻花二段、24歳。ちょっと下がってますね。 序文園2段。19歳10ヶ月。NHK の囲碁フォーカスに出演してますよね。206位。18勝17入って、注目の若手がここに2人います。18歳の穂田翔太2段。それから19歳の日野翔太2段。2人の翔太さん。199位と201位。200位近辺にいます。これから上がっていくところですね。 はい。少し進めて、100番台入ってきました。17位上がったのが、関良介初段、三村文化です。よろしくお願いします。17歳、10ヶ月。14勝13敗ですね。190位まで上がってきました。どんどんいってほしい。小松大輝四段。麻雀のプロとしても活躍をしていて、子供の囲碁道場の指導もしている、個性派の騎士。 小松大輝さんがここにいます。187位。8位上げているのが、石田義夫九段、179位、76歳です。8位上げて、173位、川原優二段、18歳。川原二段も注目の若手の一人ですね。柳沢聡志六段がここにいます。YouTuber 騎士、166位。マイケル・レドモンド九段、アメリカ人、 の、九段の騎士。162位にいます。61歳。竹宮正樹先生は16、161位。そしてここに15位上げている、河野美月八段。市川子供囲碁道場、私と一緒に指導しています。上位者を任したのではないでしょうか。15位上がりました。159位。星合志保四段。156位。27歳。 奥田綾4段位このあたりになりますとジョルキ士のトップグループになってきますね近藤俊樹二段が149位23歳これも、えー、三村門下の一人ですよろしくお願いします <laughs> 竹下亮也二段19歳146位ですね注目の若手の一人 YouTuber 棋士中根直行九段韓国のねシニアリーグにも参加して頑張ってます 138位、52歳。古谷豊八段、137位。関西インでたくさんお弟子さんを育てていて、プロをどんどん出しているトップ指導者の一人ですね。えー、西岡正雄四段、中部の26歳。6位上げて133位。規制戦の C リーグ入っていますね。 向井千明六段はここにいます。130位ですね。小西義明二段。128位。20歳。12位上げて125位。中尾野田智美九段。54歳。鹿児島出身。鈴木歩ゆ七段が119位。女子ゴリーグのチーム名古屋の監督、下島洋平八段。113位です。 ニューエーコ4段がここにいますね。112位。25歳。女流本位母戦の挑戦者になって、藤沢里奈さんをギリギリまで追い込んだんですけども、惜しかったですね。原正勝4段が110位。7位上げています。26歳。シェイミン七段ここにいますね。彦坂直人九段が105位。小松秀樹九段が104位。今村俊也九段が102位。このあたり、年の近い仲良しが <laughs> 揃っています。 そして100位が田中祐希2段19歳6位上げています。ということで日本騎士国内ランキング2024年11月、今回はここまでで前編とさせていただきます。続きは後編の方でお楽しみください。よろしくお願いします。この動画が気に入りましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。